なんといってもこれをちゃんと抑えられるかどうかはとにかくフォームです。ギターの構え方、指の作り方、指の位置、こういったパズルのピース的な部分を知っていくのも音楽の醍醐味の一つだと思います。皆様こんにちは、ギタリストの豊川雄也です。今回は永久保存版、ギターを弾く上で確実に知っておかなければいけない知識の一つ、それが基本制覇コードの押さえ方。これやっていきましょう。エレキギターはアコギと違ってこう制覇コードで押さえる機会とても多いんですよね。で、普段レッスンやったりしてよく思うんですが、意外と基本的な制覇コード覚えてないという方多いんですよね。これ結構地味なテクニックなので、比較的派手なテクニックが好きな我々エレキギター弾きにはついついないがしろにされやすい知識だったりします。そんなことよりタッピングだぜみたいなね。なぜなら僕もそうでした。ただやはりですね、セッションなのでバッキングをするには必須のテクニックだし、何よりですね、ギターのリフを作ったりギターソロを弾いたりしていく上でも、この制覇コードの形を知っておくというのはもうめちゃくちゃ大切な大切な要素です。なお今回はですね、制覇コードを押さえるのなかなか苦手なんだよなという初心者の方のために、制覇コードを押さえるコツもやっていこうと思いますので、まだ押さえられないよという方もぜひ安心してご視聴くださいませ。少し理論の話も交えながらやっていきます。コード理論知りたいなという方も楽しみにしていてください。このチャンネルでは皆様のギターの世界をより広げて、より自由で楽しいギターライフを送っていただくという目的で活動をしております。ただいま年内に10万人登録目指して頑張っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回も楽しくギター弾いていきましょう。レッツゴー。はい、それではまず一番初めに制覇コードの押さえ方、コツについてやっていきたいと思います。もうすでに押さえられるよっていう方はこちらの時間まで動画を飛ばしちゃってください。それではですね、まだ制覇コードを押さえられないよという方のために、制覇コードの押さえ方のコツですね、今回はこのコツを押さえて制覇コードを克服してみてください。まず制覇コードを押さえる上で最も大切なのがフォームです。動画を確認してしっかりとこのフォームを作っていきましょう。今回は一番押さえやすい6弦5フレットからスタートする A のコードですね。これでやっていきます。ちなみにこの形のコードのことを6弦ルートメジャーコードと言います。最も有名な制覇コードの形ですよね。そして初心者が一番最初に挫折する形だと言われています。まさに初心者キラーの異名を持つ悪名高きコードですね。でもこの動画を見た皆様なら大丈夫。何度もこの動画を見て練習をすればすぐに正しい形の制覇コードを抑えられるようになっちゃいます。まずはじめにギターの構え方、特にネックの角度がとても重要です。ネックの角度が体に対して平行になってしまうと、こういう風にですね、指全体の力が閉じていく方向に働いてしまうので、こういう形だとどう頑張っても制覇コードきれいに押さえられません。これをですね、ギターのネックの角度をこう斜めにすることで、指全体がこうよく開くようになり、きれいに制覇コードが押さえられるようになります。上から撮った写真で見るとこの辺りまで斜めになっています。この辺りのフォームの話はですね、以前こちらの動画で詳しく解説しましたので、ぜひチェックしてみてください。次に親指の位置、制覇コードが押さえられないという方は大抵親指がこう上に上がっていって、指全体でこう握り込むように押さえている方多いです。こう親指が上がることでですね、先ほどと同じように指全体が内側向きに力が働いてしまうんですよね。こういう風に閉じていってしまいます。この親指を下げます。だいたいこのネックの中腹あたりぐらい、最初はもう少し下まで下げるくらいの気持ちでも OK だと思います。親指を下げたら同時にですね、肩を落とし手首を前からこう回り込ませるように持ってきます。そしたらですね、ネックの後ろ側にある親指でネックをグッと押すようにこう力を入れ、反対側人差し指はこうピンと伸びた状態ですね、しっかりとこの2本指で挟み込みます。洗濯バサミのようなイメージだと思ってください。これをそのまま5フレットに持ってきましょう。
この時にですね、地味に大切なポイントはこの人差し指の角度。人差し指の正面ではなく、真ん中よりも親指側のこの面ですね。これよく見ていただけると、こういう風に弦の跡が僕の指についてるのがわかると思います。これには理由があってですね、まずこの正面で押さえようとすると、はい、やっぱりこういう風にですね、正面を使うと指全体が内側にこう向いてしまいます。特にこの薬指小指ですね、内向きになっています。これを少しこう傾けることで、よりこちら側に小指と薬指が伸びるようになるんですよ。これを元のポジションにこう持っていきましょう。こうすることで、楽にこの形が作れるようになります。という感じでですね、人差し指は若干こう傾けて、親指は人差し指の位置より若干ボディ寄りです。上から見るとこういう感じですね。こうすることによって押さえるときにテコの原理が使えます。親指が支点、人差し指が力点といった感じですね。より少ない力で制覇ができるようになります。さらにこの人差し指の押さえる位置ですが、できる限り右寄り。このフレットをはみ出さないギリギリの位置ぐらいまで寄せて押さえましょう。これができたらですね、薬指、小指、中指を押さえていきます。まず薬指を5弦の7フレット。小指その下ですね、4弦の7フレット。中指で3弦の6フレット。これで、はい、制覇コードの完成です。なんと言ってもこれをちゃんと押さえられるかどうかは、とにかくフォームです。ギターの構え方、指の作り方、指の位置、ここがめちゃくちゃ大切なポイントです。ぜひ毎日練習でチェックして習得してみてください。それではですね、他の制覇コードを学ぶ前に、ここで少しコード理論の話していこうと思います。ここではわかりやすくですね、6弦の8フレットスタートの、C のコードで説明をしていきます。まずこれがですね、先ほど押さえたメジャーコードの形ですね。8フレットから弾くことで C メジャーになります。構成音はドミソです。 C、E、G の3つの音ですね。ギターの弦は6本なので音は6つ出てるわけなんですが、6弦から C、G、C、E、G、C、 ド、ソ、ド、ミ、ソ、で、実はあの3つの音しか出てないんですよ。このドミソ、それぞれドがルート、ミがメジャーサード、ソがフィフスと言います。はい、こちらドレミファソラシ、ドレミファソラシですね。これが C メジャースケールです。これの始まりの音、ドがルート、そしてこの音がそれぞれルートから数えて何番目にあるかを番号で振っていきます。はい、こういう風に番号を書き、この中からドミソは何番目に当たるかを見ていきましょう。そうするとですね、1、3、5という数字が出てきましたね。これがコードのトライアドです。トライアドについてはですね、以前こちらの動画でがっつり解説をしましたので、ぜひ覗いてみてください。はい、こういう風にこの3つですね。で、この3番目の音のことをメジャーサードと言います。ドミソの、この間の音です。ここがメジャーサード。メジャーがあるということはマイナーもあります。というわけでこのメジャーサードを半音下に下げると、はい、マイナーになります。さっきまでのこの明るいコードの雰囲気とはブッて変わって、一気に悲しげな哀愁漂うサウンドになりましたよね。これがですね、この3番目の音の支配力。コードを構成する音の中でも、明るいか暗いかを司る、とても支配力の強い音。それがこの3番目の音です。様々なフレーズを作る上で、とても大切な音ですね。そして今回もう一つよく出てくるのが、7番目の音。こちらですね。ドレミファソラシの C の音。こちらのメジャースケール上では、この、7番目の音のことをメジャーセブンと言います。メジャーセブン、これを入れることで、例えば C がこういう響きだったものが少しコードの響きが複雑になり、なんかちょっとおしゃれというか大人な感じの雰囲気というかエレガントな響きになりますよね。これがメジャーセブンです。ちなみにですね、メジャーセブンスはルートの音の半音下、このドレミファソラシの次にドの音がまたやってくるんですが、このドの音の半音下ですね、ここにメジャーセブンスがあります。このドの音の半音下、ここですね。さら
にですね、これもメジャーがあるということはマイナーもあります。この B の音、 C の音をですね、さらに半音下に下げて B フラット、メジャーセブンスを半音下に下げて B フラットにします。はい、という感じでこの音を入れると少し渋みがあるというか奥行きのある音になりましたよね。これが C7。 ちなみにこれを半音下げたマイナー7はあまりマイナー7と言わずにセブンスと呼ぶことが結構一般的ですね。というふうにですね、まずこのメジャーサードを半音下に下げるとマイナーコードになる。さらにこのルートを半音下に下げるとメジャー7、さらに半音下に下げるとセブンス、こういう風にコードが変化していくと覚えておいてください。それを踏まえて6弦ルートの他の形をやっていきましょう。はい、まず先ほどのメジャーコードの形、この中指で押さえてる部分がこれですね。これがメジャーサードです。なのでこれを半音下に下げる、つまりですね、中指を離すことによって人差し指制覇してる5フレットが鳴りますよね。そうするとはい、マイナーになります。一気に響きが暗く悲しくなりましたね。という感じで先ほどお話しした支配力の強い音、3番目の音はこの3弦にあると覚えておいてください。3番目の音が3弦、覚えやすいですよね。次にセブンスですね。この形のまず人差し指と小指、そして1弦の人差し指、これが全てルートの音です。今回使うのはこの4弦、これを使っていこうと思います。この音を半音下に下げるとメジャーセブンス、おしゃれな響きになりましたね。なんですがこの形は実際に抑えられることこれ少ないです。よく使われているのはこの形、よりスタイリッシュな響きがしますよね。人差し指でルートを押さえて薬指小指中指、人差し指で6弦ルートを押さえて薬指がメジャーセブンス、小指でメジャーサード、中指で5度を押さえています。5弦と1弦はですね、人差し指を使ってこうミュートをしている状態ですね。さらにですね、ここにあるメジャーセブンをもう一個半音下に下げるとセブンス、先ほどのこの形からいきますとこの4弦のメジャーセブン、これを一つ下に下げますので、これを離すことによって人差し指で5フレットを押さえている状態にします。さらにこの持ち方だと少し形複雑ですので、6弦ルートメジャー系の形に戻しましょう。6弦ルートメジャー系の形から小指を取った形ですね。これがセブンスです。6弦ルートメジャー系、小指を取ってセブンス、こう考えると結構覚えやすいですよね。なのでメジャーセブン以外は結構覚えやすいです。これとこれですね。次マイナーですね。マイナーセブンスの場合も同じで、はい、このマイナーコードですね、この形から小指を離すとマイナーセブンス、マイナーコードから小指を離してマイナーセブンス、もう一回メジャーコードから順番に押さえてみます。まずメジャー、メジャーセブンス、一般的にはこう押さえることが多いですね。セブンス、マイナー、小指を離してマイナーセブンス、この形が6弦ルート制覇系の基本の全てです。とりあえずまずはですね、ここまでの形を何度も動画を見て覚えてみてください。はい、という感じでいかがでしょう。経験者の方でも意外とこの形知らなかったな、形は知ってたけど仕組みは知らなかったな、そういう方もねたくさんいらっしゃると思います。結構ねギタリストってこういう理論的な部分は吹っ飛ばしてきちゃいがちなんですよね。僕もそうでしたが、もっと感覚で弾いていたい生き物というか、なんですが改めてこういった部分学んでみると意外と面白いと思いませんか。こういったパズルのピース的な部分を知っていくのも音楽の醍醐味の一つだと思います。6弦ルートの制覇コード全て紹介しましたので、次はですね5弦ルート行ってみたいと思います。それではですね、今回も気合い入れてやっていきましょう。
5弦ルートの正波コードやっていきましょう。5弦5フレットからスタートをする D がルートになるコードでやっていきます。まず先ほどと同じようにですね、正波をします。正波をするんですが、今度は5弦から出発する正波ですね。でこの時にですね、6弦は人差し指の頭でこういう風に少し触れることによってこうミュートをしています。こういう状態ですね。これが5弦ルート制覇コードの基本になってきます。そしたらまずメジャー系、これが本当に一番難しいですね。今回の動画で多分一番難しいです。まずこの3本指をバラバラに使って押さえる押さえ方、これからいきたいと思います。人差し指で制覇をしたら、中指、薬指、小指をそれぞれ4弦、3弦、2弦の7フレットに置きましょう。こういう形。この押さえ方すごく窮屈というか押さえづらいですよね。僕のおすすめはですね、こちら側を薬指かもしくは小指で制覇する、この形、これがおすすめです。この押さえ方だと最初どうしてもこの1弦の人差し指、ここの音が鳴らないと思うんですよね。なんですが最初はそれでも全然 OK だと思います。ちょっと実際に聞き比べてみてください。これが1弦が鳴ってる状態の制覇コード、鳴らない状態の制覇コード、実際そこまで気にならないですよね。間違った音は鳴ってないです。なので最初はこの1弦鳴らなくても気にせずに、この制覇する押さえ方で慣れておいた方がいいです。ただこの時に気をつけていただきたいのは、こちら側の指をしっかりとですね、2弦まで押さえるんですが1弦までは押さえない。こう1弦まで押さえちゃうと、これ6という音になっちゃうんですよね。なのでこの微妙にここの角度の付け方が難しかったりします。第二関節をピンと伸ばしてこういう風に逆反りにさせる、これがポイントですね。もしこう指一本でこう制覇するの難しければですね、こういう風に2弦だけ小指でこう補強しちゃってもこれでもいいと思います。ただ最終的にはやはりこちら側を小指か薬指でこう制覇した形、この形で抑えられるようにしていくのがやはり理想的ですね。なんといってもこのコードが一番難しいです。次マイナー行きましょう。このコードの場合2弦にメジャーサードがあります。なのでこの音を半音下に下げたいです。つまりですね、こういう風に中指を使うことで半音下に下げます。これがマイナーコード。6弦ルートメジャーコードと全く同じ形ですね。この形がそのまま5弦スタートになっています。この時に、まあ、6弦のこのミュートですね、こう忘れないようにしていきましょう。次にセブンスいきます。メジャーに戻します。このコードのルートの位置は5弦と3弦、これがルートです。この3弦のルートを変化させます。まずこの3弦ルートを半音下に下げるとメジャーセブンス、だいぶおしゃれな響きになりましたよね。さらにこのメジャーセブンスを押さえている中指、これを離すと、はい、セブンスコードになります。もう一回メジャーコードからいってみます。これがメジャー、3弦を半音下に下げてメジャーセブンス、さらに中指を離すことでもう一つ半音下に下げてセブンスコード。次マイナーいってみます。はい、この形ですね。これも先ほどと同じように小指にルートがありますので、ルートを司っているこの小指を離すことでルートの音が全音下、つまり半音2つ分ですね、半音2つ分下に下がります。それによって、はい、マイナー7の完成です。もう一回やってみます。5弦ルートマイナーコードから小指を離してマイナー7という感じで5弦制覇出揃いましたね。ここまでの6弦制覇コードと5弦制覇コードを使うとどんな曲でも大抵は楽譜を見て弾けるようになります。その際にルートの位置を把握していないとどこからコードがスタートしなければいいのかわからないと思いますので、ルート早見表については概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひダウンロードしてお使いください。最後にですね、覚えておくと少し役に立つコード、アドナインスとサスフォーについて紹介していきます。まずナインスの音、これはですねスケール上2番目の音です。つまりですね、メジャースケールのルートの次の音、ルートの全音上、つまり半音2つ分上です。
またはメジャーサードの前音下、つまり半音2つ分下に、ここにナインスがあります。これ覚えておくと非常に便利です。6弦ルートコード、親指を握り込んで親指を使って6弦ルートを押さえるとこういう形になります。5弦はこうミュートして省略してる形ですね。そしたらこの1弦にもルートがありますので、このルートの前音上、つまり半音2つ分上ですね、ここにナインスの音があります。なんか爽やかな心地のいい響きがしますよね。これがアドナインスコード、僕の大好きなコードです。カッティングでもよく使いますね。こういう風にルートを省略して使うことも多いです。マイナーも同じようにこの形の親指を握り込んで、この形、そうすると小指でナインスの音を抑えることができます。次に大変よく出てくるサス4の音ですね。これはですね、このメジャーサードの音の半音上、メジャースケール上の 1,2,3,4 番目の音、これがサス4です。つまりこの中指がメジャーサードなので、これを半音上に上げる、この時にこう正波で押さえるか、もしくはこうバラバラに押さえます。これがサス4。よくこのサス4を弾いてからメジャーサードへ戻る。こういうコード進行ポップスですごくよく出てきますよね。5弦ルートも同じようにやってみましょう。メジャーの形、この2弦にメジャーサードがあります。メジャーサードの前音下、つまり半音2つ分下にこうナインスがあるので、2弦を離し人差し指でこう2弦を押さえることで、これでですね、アドナインスが押さえられます。正確にはサス2というコードの形ですね。コード上アドナインスで使うことがとても多いです。さらにこの形、サードの音がどこにも入ってないんですよ。なのでメジャーでもマイナーでも同じように使えます。そしたらまたメジャーに戻り、メジャーサードの音ですね、2弦の音を半音上に上げることでサス4。僕はサス4はこういう風にバラバラに押さえることが多いですね。ちなみに薬指制覇プラス小指でもこれでもいいと思います。サス4からスタートして、なんとも美しいコードチェンジができますね。これも合わせてぜひ覚えてみてください。はい、という感じで今回は必ず覚えておいた方がいいコードの基礎知識、主要制覇コードの押さえ方すべてやっていきました。いかがでしたでしょう。長年弾いてきた方も意外と見落としてた部分あったのではないでしょうか。なんといってもこのコードの形と成り立ちを知るのは音楽の言語を知るのと同じです。自由自在に音楽言語を喋れるようになるためにも、ぜひとも今回の動画を参考に少しずつでもいいので全て覚えてみてください。このチャンネルではこういう風に皆様のギターの上達に役に立つ情報を毎週土曜日16時にアップロードしております。ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回の動画が楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。